アップ情報です。奈良東海人サポーターを募集しています。爽やかクリーン奈良美化ボランティアを募集しています。奈良市役所でエコスタイルを実施しています。奈良東海を自分たちの手で、奈良東海の人サポーターを募集しています。8月5日から14日の午後7時から9時45分に奈良公園内を中心に開催する奈良東海で、主にろうそくの準備、点灯、消灯、カップ回収、運営に関する手伝いをしていただけるボランティアを募集しています。期間中は何日でも参加していただけます。活動時間は期間中の午後5時から10時15分です。受付は午後4時からで、奈良県庁南側上り王子園地に集合です。午後7時半からも受け付けています。16歳未満の場合は保護者と参加をお願いします。申し込み方法は、はがきに希望日と受付時間、住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、7月20日筆着で奈良東海の会事務局へ送付してください。ホームページ、携帯サイトからも応募できます。お問い合わせは奈良東海の会事務局へ。電話番号は0742-217515です。サポーター専用ダイヤルは090-4278-0039です。アダプトプログラム推進事業爽やかクリーン奈良美化ボランティアを募集しています。奈良市と共同で道路などの美化活動を行う2人以上の自治会やボランティア団体、企業やその他の団体を募集しています。活動内容は、市内の道路や河川など公共空間の空き缶や吸い殻等のゴミ収集、除草や花壇の手入れなどで1年に6回以上活動していただきます。奈良市からは清掃用具の支給やゴミの回収などを支援します。申し込み方法は、共同推進課、出張所、行政センターに備え付けの用紙に必要事項を書いて共同推進課へお持ちください。用紙はホームページにも掲載しています。お問い合わせは共同推進課へ。電話番号は0742-345193です。奈良市役所でエコスタイルを実施しています。奈良市役所では地球温暖化対策の取り組みとして10月31日までエコスタイルを実施しています。職員は暑さをしのぎやすいノーネクタイ等の軽装で勤務しています。また市の施設の勤務室や会議室などでは冷房温度を28度とし、ホール等では冷房が過度にならないように温度設定をしています。皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは環境政策課へ。電話番号は0742-344591です。以上、ピックアップ情報でした。